皆さんこんにちは、ダイタラでーす。で、ニューじゃなくて、これはなんだっけ、マリオ&ルイージ RPG3 デラックス。もう、終盤ですかね。クッパのパートではブロドックちゃんっていう最強のボコスカアタックも覚えて。で、マリオパートで、今からダークスターを倒しに行く、捕まえに行くっていうところからです。ね、クッパの体に入り込んだダークスター。ね、追っかけていきましょう。さて、サメ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 。ルイジー。歩けるか、ルイディ。ルイディー。こっちゃったよね、ここ。寒いわね。クッパが吸い込んでるアイススモークのせいで気温が随分下がってるみたいね。ね。あばばばばばばーんと。氷、水が凍ったって？ああ、ここ前通られへんかったんだっけ？なるほどね。パネルの上を乗って、もう沈んだりしないわ。アイススモークでいろんなものを凍らせたりとかして試してみましょう。頑張って。ねえ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 、ブルブル増えすぎじゃない？寒さなんか我慢できるでしょ？寒いと思うから寒いの。おう。気の持ちようが大切よ。寒くないって思ってればほんと寒くなくなるんだから。寒くない、寒くない、寒くない、寒い、寒くない。寒くない寒っ。めっちゃ寒そうや。じゃあ動いてたら大丈夫だって、ルイジ。これなんか下あんのかな、ここ。ちょっと動ける？クッパ様。クッパ動ける。お、そうすると水がスパーンって降りて、中通れるようになりました。ここはどっか。あーねっていう感じね。で、基本的にはやっぱここは通れないんだね。残念だぜ。じゃ、とりあえずまたクッパがシュッシュしましょう。お水おいしい。いや、お水おいしくはないかな。空気かな、ただ単純に。胸が熱いってやつやもんな。じゃ、セーブしとくにゃん。よーし、じゃあ行こうか。なんだっけ、ここ。敵がおるね。新しい敵だよね、これって。戦ってみようぜ。強いのかな？なんか、ボムみてえな、ぷくぷくみてえな、変なやつだよね、こいつ。ボムぷくみてえなやつかな。なんだろう。ねえ、さて。どんな技や？ちょっとやめて。うん。もう一回来る。ああ。線抜けたけど、こいつ。で、エアっぽく、あ、ボムじゃなくて、空気なんだ、こいつ。エアボーイじゃん、エアボーイ。ちょっとこれ、クリティカルとかないの？ジャンプか、ハンマーか。で、ドーン。意外と硬いね。うわ、復活。ぷくぷくよーってやつ。ハンマーは多分避けられるよね、ヒュイって空飛んでる敵系は。で、よっしゃ、ゲキャー。体力が意外と多いね。ミラクルシロップ。ミラクル系列の装備もらえる感じ？ちょっと待って、なんか経験値倍になんなかったよね。あら？経験値即装備してたはずだけど。まあいいや、よし。さて、ここは降りたらダメなやつかな。で、倒すか敵。あいじーっうわ、来た、待って、これ。足滑るし大変やん、ここ。まあでも、こいつらそんな強くないわ。ね、俺でも勝てる勝てる。いきますわ。おおおおお。これってさ、床凍ってるやつは、あれなのかな？クッパをどかしたら凍るの止まるのかな？ねえ、クッパ様。おっ！氷がなくなったら滑らなくなる、ここ。ってことは基本はこっちでいいかも。よし。さて、これ叩くで。ドーンと叩いて。なんだ？あ、なんか降ってきたで。どっすん？ん？これ凍らせたらいいのかな？わかんねえ。凍らせたら床滑って動くのかな？もしかしたら。あ、動かせる動かせる動かせる。なんだよー。いいねいいね。氷もやっぱうまく使わなあかんのか。氷マジ通りづれえからな。下どうやって行くんだ、これ。上行けなくね？あれ、あと叩くんか、これ。あ、でも、おお、この状況だったら固まって動けねえから、またやっぱり、クッパをどかして、氷を溶かしてから叩く。うん。すごい大変やね、このゲーム。おお、またクッパで、氷を吸って、凍らせて、動かしてーの。もうひたすらこの繰り返しだろうね、もう今後は。よし。これもまた、クッパ様のパートで、ねえ、クッパ様が動く。やべえ、ちょっとめんどくせえ。こういうこと言っちゃいけないぞ、みんな。あ、道ができたねーってやつ。
よし。はい、では先へ進みましょう。お、下へ参ります。お、これはレベル上がるね、ルイジ。レディー、やっほー、32。さあ、みんなレベルね、追いついたんじゃね、ルイジ、ついにマリオにね。よかったよかった。じゃあ何あげようかな。あげるのないぞこれ。ヒットポイントあげまーす。ドン、サンガップ、パンデー。よし、ふう、しんどいな。オッケー、じゃあちょっとこれ叩くか。ワンナップキノコデラックス、ちょっとね、久々に種使おうかと思います。種じゃね、豆だ。スペシャルマンではね、クッパにいっぱい使おうと思います。クッパのね、ボコスカ、あれなんだっけ、ブロドックちゃんが強いので、ルイジ一応、よし、100、101、102っていう、仲良くしとこう。で、パワー豆を全部マリオに使いましょう。マリオ最強、マリオ最強。で、スピード豆は、ルイージとクッパに割り振って、ジェントル豆、ヒゲですね、は、ルイージにガンブリしておきましょう。ルイージ、タゲ。ディフェンス豆は、まあ、マリオとルイージを半分ずつぐらいに振って、ハート豆ヒットポイントアップですね。これマリオに振ろう。マリオヒットポイント低い。よし。さあ、こんなもんでいいかな。さあ、これでまたみんな硬くなって強くなったと思います。いい感じ。どんどんしていかないと。あ、そうだそうだそうだ、ちょっと待って。前回の最後で、とある装備ゲットしたの皆さん覚えてますか？今思い出しました。クッパ様ですね。魔王の甲羅っていう新しい甲羅をゲットしたんですよね。この、なんで魔人コーラじゃなくて、魔王です、魔王。ヒットポイントと BP が自動で回復する。お。これにしとこうかな、魔王。で、ヒットポイントと BP が全自動回復のコーラ。能力はちょっと下がっちゃうんですけど、それでもね、あり余る強さを見せてくれると思います。クッパパートまたやるのが楽しみですね。クッパパートまだあんのかな、そこが不安。なにこれ、え、こんなどうしようもないじゃん、クッパで。凍らせたら火止まるかな。胸が焼けるように熱いってやつ。ほら、え、でもこれ止めてもさ、あ、上切るなったね。上切ってアイテム取れるだけかな。あ、違う、これ火を止めるブロックだ、これ。びっくりマークだし、おそらく多分ね。ほらほらほら、で火を止めよう。あ、違う、いや、水が降ってきた。うわー、あ、消火成功ってやつね。消火消火。さて、おっと、道が開いたよーい。ええ感じね。で、これなんだろうね。ウルトラキノコかける2。なんかでも、ウルトラキノコよりもね、新しくミラクルキノコっていうのがね、手に入るようになってきたんですよね。ミラクルシリーズ。俺、ウルトラキノコ大量爆買いしたのにさ、もう、金返せって感じだわ、ほんと。倒すか、とりあえず。よし。よし。またなんか火出てるで、これ。また、おお、これ、あれが、コインめっちゃ出てくるやつや。金は、金返せって言ったから、そんな金くれんでもいいのにな、ほんと。ねえ。いや、でも2万、もうすぐ多分3万枚ぐらいコイン持ってるからね、僕。意外と金持ちですよ、マリオくん。僕のマリオくん、金持ち、スーパーシロップ2個。こっちなんかない？お、なんだこのマークみたいな、リバースみたいな。こっち側は何もないかな。よし。行けるところはちゃんと何あるか確認しとかないとね、積みそうな気するので、ちゃんと見ておきましょう。まあ、積みはしないが、任天堂のゲームで。はい。さて、また、元通り。これは？わぁ、水が降ってきた。え？何これ？わぁ、ここじゃないよってやつ。む？あ、そういうことか、これ。水入れるじゃん。で、水を、冷凍庫のね、氷のように凍らせて型を作って、そうすると氷ができちゃう。な？で、氷をこちら側にずらしいの敷いての、待って、こっち側だったらアイテムあったのかな。これなんか違う気がしてきた。逆だったな、これ。俺の思ったのは、ここで水消せるかなと思った。あ、消せる？あ、位置はぴったりだけど、ダメだったね、これ。あら。ちょっと違いました。右側に持って行って、スイッチを押すって感じか、これは。くそー。
ミスったぜ。よし、以上押してくれ。よし。今度こっち側に行くんだね。はい、さあ、これをフィーツイーと押して。完璧ですね。よし。で、これで今度こそスイッチを押しましょう。クッパ様。チェンジや。よし。クッパは、クッパの意志を持ってやってるのかな、その。ねえ、ああ、間違った。ねえ、氷の息を吸ったり吐いたり。操られてないマリオに。もう、おう。なるほどね。で、またやる、同じことをするって感じだ。スケスケになったんで、あそこが。スケスケだぜ。いや、結構これ切り替えるのちょっとめんどくせえなとかみんな思ってない？大丈夫？俺思ってるよ。ねえ、よし。でもちょっと倍速があるからね、便利ですね。さあ、今度こちら側に押して。で、今のうちにクッパをまた戻す。で、炎を止めようって感じかな。ふぅー。ええ感じーっす。あ、帰れるこれ。よかったよかったよかった。オッケー。で、ちょっとスイッチを押しましょう。また進めるやったな。なんかあれだね、ギミックがちょっとめんどくさいね、ここ。ね、敵はそんな強くないのがありがたいけど。セーブしましょうか。え、もうボスもしかして。早くない？アイテムね、さっき。で、セーブします。行くか、先へ。いや、ちょっと、どうなんだ、これ。いや、もう、ほんと、もう、おボスか？ボスか？ボスか？ブスか？ブスか？マリオ、ルイージ、気をつけて。え？ダークスター、ダークスターだ。ここ先進めません。あ、なに？クッパの細胞食べたぞ、お前。なんや？何食っとんの、あいつ。どうやらクッパの一部からいろんな情報を、吸収しようとしたけど失敗したらしいね。ダークスターでお腹を壊さんってさすがクッパの体だわ。ペロ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 ロンチーノー。え、今がチャンスだわ。なんとかしてダークスターを倒してしまいましょう。クッパの体まずいのかな、まあ、不健康だもんね、ザ不健康。いや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 。ああ、苦しい。弱ってるといえ、ダークスターにこれ以上近づくのは危険ね。離れたとこがダメージ与えられないかしら。じゃ、この水かこれ、また、ドパーって、また氷作っちゃうので、クッパ様、氷作ってください。よし、クッパ様ーい。はい。で、氷作って、体当たりー。どうだ、ダークスター。えい。潰れたよ。うわ、めっちゃ怒った。クッパの腕履いてね、あいつ。うん、うわっ、石つぶてやで、こいつ完全石つぶてや。ああ、腕消えた、ゴーストになった、ポケモンやんこいつ。ちょ、追っかけましょうか。あ、ロイティー。くそルイジー、行くぜ。そう、この先へ。なんだ、ヘモグロビンじゃどうしたんや。ヘモグロビン的な記憶では、下から叩く、くっつくブロックは寒くなるとこうやって固まる瓶。こうって固まればくっついて離れたもの、くっついたものはブロックが離れて落ちる瓶よ。赤の人は A ボタン、緑の人は B ボタンで降りられる瓶。7時や、それ。くっつくって、どういうこと？ん？くっつくの？ここに。ん？いまいち意味が分かってないけど。とりあえず氷溶かせばいいのかな？わかんない。ちょっと待って、クッパ様、ちょっと一回氷をなしにしてくれ。あ、くっついた！動いて早く。ニョキーって言ってる。で、A と B ボタンで動く。うわ。待って、動いていいよ。えい！って何こいつら？敵なのこれ。ん？ガス状の敵でなんか、いや、攻撃当たんなかったよね、ガス状態の時。どう？うわ、なんかでかきも。何こいつ？おぉ。ウィース！エアプクちゃんは潰しましょう。え、なんか下のやつ怖いよね。さっさと落としましょうか。分身タル大砲。分裂だったっけ。これがね、やっぱ安定して強くてね、使いやすいよね、ほんと。あ、間違った。やっべ、いきなりちょっと。もうぼーっとしてた、完全。で、安心して使いやすいよね、みたいな。どこがやねーってなってるやん、今、ほんと。もう一回。信じてほしい。使いやすいよねー。使いやすやすのやすですね、ここ。はい、ルイージー、ちょっと集中しよう。集中力がね、今切れてましたね、完全に。マリオドラ、うわ、こいつ生き残った。どんな攻撃してくんね、こいつ。ミラキノー。
うわお、あな、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 わ、わ、わけわからなかった今の。ノリで行けました、イエイ。で、敵のレベルがそんな高くないから、こいつ28とかだったよね、今で、俺32だから、レベル。ほらほらよ、ウルトラナッツ、ナッツは嬉しナッツで、マリオもルイージもレベル32で、で、経験値トックスの効果でまたね、レベルが今の感じからして均等になりつつあるよね。嬉しいね、なんか。さあ、ウルトラナッツ2個、ナッツ。よし。またこれここかな？来るのかな？吸収パッドが。えい。うー、イェーイ。これ腕だけくっついてんのかな？楽しそうだよね。はい、奥行きまーす。まだですかね、ここ。えい、くっついちゃう。ふむふむふむ。ふむふむのふむ。また敵オールが倒すか。えい。こいつは地味に攻撃強いや、今のやつ。キングウェア。あれ、キングウェア持ってたよね、俺確か。買ったよね、確か。キングシリーズは。おっと、ルイジ来れるか、こっち。よし。これ何これ、あ、お金ね、お金。お金持ち持ちの持ち。お金持ち持ちの持ちになって。これ倒すとこで、一応。あー、マリオレベル上がったね。よし。33。いや、かなり高くて強いぞ、マリオも。あざっす。攻撃力200超えだもんね。200って相当やばいぞ。じゃあ、防御上げますね。ドーン、防御アップ。パワーより防御高いってなんだ、マリオ。お前、パワータイプちゃうんかったか、マリオ。なあ、鍛えすぎたか、俺が。筋トレしすぎやぞ、マリオ。なあ。さあ、ここ、黄色の土管通ってみくと。あれ、上に帰ってきたで。こっち側？チェック。あ、お金？あ、なんだこれ、分かった。真ん中に降りるんだ、ここに。そういうことか。では、今度こそね、真ん中に降りてやりましょうか。任しとけよ、真ん中。行くぜ！行くぜ！ここ！あれ？思ったより離れない。あれ？え、なんか、え、降りられないけど。あ、降りた。ああ、ああ、ここって言って降り方よく分かってなかった男。ここ地面掘れるね。よし。スペシャル豆。スピード豆。ちっちゃくなり豆。あ、これちょっと待ってね。これじゃない、これじゃない。待て待て待て、降りなさーい。はい。おーおー、楽しい楽しい。てっ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 て、このスイッチは何ですか？上の段へ行くのよ。この声やめようか。あれ、お金だ、いっぱい。お金くれー。じゃ、飛んでけー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 。めっちゃなんかあれだね、叩くとこあるね。足場をどんどん作っていく感じのマリオさんですね、ここは。わかったわかったわかった。わかわかのマリ。わかマリですわ、これ。わかマリ。わかマリ、わかマリ、わかマリ。わかマリ、わかマリ、待て、待つマリ。よし。じゃ、ここにあるスイッチドーンと押しちゃって。じゃ、最後の足場がオープン。だけど、右側の高台にね、アイテムが、チラありしたのを見たってね、チラありってね、チラ見せしたので。あること見えてたので、そこに行きましょうか。ドーン。イェイ。エンジェルソックス。何、天使になれんの？おいおい、ダイダラ、お前は天使だなって。それはよく言われるかもしんないけど。言われたことねえよ。うわ、ヒットポイントと BP が自動回復だって。エンジェルにしとこうぜ、だったら。エンジェル。エンジェルダイダラって呼んでくれ、俺のことは今日から。ありがとう、みんな。エンジェール！来たよー。さあ、エンジェルの私。さあ、登っていきましょうか。まだ？意外と長いね、このダンジョン。ねえ。何これ、叩いて。うわ、右が左がどっち行く？あ、ヒー。ルイージレベル上がるイージですね。よーし。さあ、マリオとルイージ共にレベル33。高え。でも、マリオとルイージで攻撃力の差が3ぐらい、あ、3、50ぐらいあるんだよね。やばすぎる。今回ちょっと上げれんのがね、なんか全部1か2しかないので、スピード上げましょうか。ドン。うわ、5がダメだったか。5マジで出ねえ。はい。まあ、いいや。全然いいよ。ルイージどんどん強くなってくれ。ルイージのレベル、ついにマリオ越しちゃうのかなって、なんか、不安な気持ちになっちゃうんだけど、大丈夫かしらね。さて、ちょっと今度、左から行きましょうか。ドア、土管か。どっち行くか悩むとこなんですけど。あ、これ、ショートカット開通だ。セーブしますわ。ではではね、反対側の土管入ってみましょうか。
こっちが順路って感じですかね。じゃあこの上なんかない調べちゃうよねそういうの。はい、おっとまだ何かある。うん、追いついたわダクサ。またクッパの細胞食うんちゃんこいつ。おい、クッパの細胞食べてみようっと。まずそんなダメなのクッパの細胞って。フラフラやん。ねえ何してんあいつ。また何かクッパの情報を吸収したみたいね。今がダークスター捕まえるチャンスよ。ペブランディーの、とりあえず分からんけど、とりあえずこれ叩くでドン。ああ、それはいいぞ、よくやった、ナイス捕まえ。何何何何吐いた、火吐いた。うわ、クッパの炎を吐く能力を得たのかこいつ。厄介なことしよって。ちょっと待って、今ダークスター炎吐いたわ。さっきはパンチで壁壊したし、まるでクッパみたい。これ以上ダークスターがクッパの情報を吸収するのをやめさせないと危険だわ。急いで後を追いかけましょう。クッパになんじゃねえの最後、大丈夫まあセーブもう一回しとくか。では行きましょうか、バトルです。多分バトルだよね。違う、なんかこいつなんか昔出てきたやつの進化系やん。こいつクソ強くなかったっけ。ドン、敵を、おいや50いくつかダメージはでかいけどさ、厄介だなこれ。空中浮いてるからさ、あれできないんだよ、あのなんていうんだっけ、スイーツバスケットとか。ちょっと様子見するために一回ファイヤーボールとか、ファイヤーフラワー、よし、ファイヤーマリオー、ファイヤールイディー、ファイヤーマリオー、いけー。ファイヤーはね、レンダー楽しいから好き。あれ弱っ、クソザコやんけお前ら。なんだ、これだったら全然いいわ。もっと出てきてくれ。経験値、経験値高すぎひんこいつら。もらい、経験値高いし、弱いし。ボーナスキャラですやん。ねえ、ポロリブーツだって。ちょっと待って。いいの？ポロリしちゃって。今朝ですよね、これ投稿してるの。ねえ、あらやだ、ポロっちゃうかなこれ。ポロリ。敵を倒すと豆を落とすようになる。これめっちゃいいやん。めっちゃいいやん、ポロリ。エンジェルソックスしばらく外して、ポロリにしようぜ、ポロリ。豆がポロリするブーツですよ。あら、お豆さんポロリしちゃって、もう。さあ、またショートカット開通ですね。待って待って、これショートカットの数だけルートがあるって考えると、まだ先があるぞ、ここ。意外とここのね、ステージというか、ダンジョンというか、ね、長々の長ですね、これ。あ、ヘモグロビンちゃんや。下に見えるのは、我ら、ヘモグロビンの突然変異、リフトビンビン、リフトロビン。リフトロビンは我らのように言葉を使うことはできないビンが、アイススモークで冷えて固まると動かせる特性があるビン。冷やして上に乗ってみろって。とりあえず、これ冷やしてみるで一回。久々に冷やそう。アイスがいいっすね、やっぱ。あー、いいっすねー。あー、動いっすねー。どうすんの、それで。ソービン、ソービン。固まったり、皮膚に乗ったらタッチペンで指示出すビーン。こんな風になぞっていきたい方向を知らせると。あ、上に行くビンねー。なぞった方向動き出すビーン。あ、斜めにも動くビンビンねー。すげえ。動いてるリットルビン、止まってほしいときは軽くタッチしてあげるビーン。ある程度の重さ感じないと動きってくれないビン。二人で乗るビンよーっていう。リフトロビンは一人ぼっちが嫌いビン。置いて遠く離れると最初から行った場所に戻ってしまうビン。どこに行ったか分かんなくなったら戻ってくるといいビンっていう。優しい世界や。さあちょっと運んでいきましょうか、これを。ね、こんな風に横にスライドさせたりして運んでいくっていう。そんなお遊びでしょうか、神々のお遊び。ねえ。ほう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 。上どかんあるんだよね、ここ。で、これ、おー、ちょ、今ちょっと、あれ出てくるとこやな、あの土管は。止まって。ワンナップキノコデラックス。はい、次。さあ、ここですね。イライラ棒しましょう。あ、べべべべ、トロトロトロ、なおんの、マジでかいな、そんなまかな。え、ここどうなってんだ、これ。下に行ったけど。あー、これで道開けろってことか。今の敵無限に出てきてほしい。
あいつマジクソ弱かったわ。よいしょ、開けてくれ。クッパ様頼むぞ。意外とね、タッチペンの操作難しいってか簡単そうに見えてね、地味に難しいんだよね、ほんと。あ、今、そや、ここドアオープンしたから、こっから行けるじゃん。なんだ、ぬるげか？あのビリビリゾーンむずいもんな。で、上に行く感じ？おー、ちょ、今アイテムあったから、ちょ。松野です。スーパーシロップ。これは？お金持ち。さあ、上に参りましょう。これで OK だ、ビン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 。行きましょう、先へ。OK だ、ビン。さあ、ここですね。待って、間違った。間違って、氷溶いちゃったけど。まあ、ええや。これ、我らトーテムヘモグロビンは、かても硬い瓶。認めたものでなければ通せない瓶。この先進みたいなら、我らの難しい試練受けるがいい瓶。じゃあ受けるけどさ。よろしい。下から8個のヘモグロビンが現れる瓶。8個現れる？ああ、1、2、3、4、5、6、6、7、8ってやつね。うん。今から現れたヘモグロビンを番号地に叩いていく瓶。叩く順番間違ったらダメだ瓶。はい。番号消えたら怒るよ。で、難しい試練瓶スタート。待って、まず氷にするとこから始まんねんけど。ねえ。急いでほんと。よし。2位どこ？2位やった。待って。下。動かなくなった！終わったー。これなんか放置しても終わんねえから場所だけでも覚えとこうと思います、今回で。ね。2位。4が上だったっけ？これ。4が上だったよね、確か。3じゃなくて。4だよね。だから3がどこだ ?3。3の位置。よいしょ。これ。これ下行かねえ。あった。3があった。ほい。3。だってもう時間ないもん、こんなん。無理だよ。ねえ。4。あともう30秒しかないじゃん。ねえ。ここ8でしょ？ 5 どこだ？ 5。これ6だ。おぉ。6。5どこ？あった。ねえ、でも7がどこか分かってないから、そもそもきついと思うんだけど。ダメだ、もう時間切れだー。よし。6。7の位置だけ後で確認やな。さあ、今5を叩いて、時間は1分ちょい残ってますので、多分今回楽勝でしょう。さっきね、下にね、豆があったんだけど、豆回収してたらね、すげえ時間かかっちゃったんだよね。今回諦めるかって思ってさ。さあ、7って上の方だったよね。8の上か？どこだ？ 7 は。あたた。はい。さあ、これであと1個ですね。よし。このリフト操作がね、慣れないね、ほんと。どすこーい！ってわけで見事攻略完了、成功、ビーン、ビンビーン。どや？我らのとっても難しい試練、よくぞクリアできた、ビン。とってもよくできました。ありがとう。なんだお前ら。それやりたかっただけやろ。うん、こいつ新しい敵か？うわ、新しい敵だ！大砲丸だ、大砲丸。なにこいつ？ドーン！む？ちょ、殴ってみるで、こいつ。レベル30だから結構強いぞ、こいつ。さあ、ルイジ、連続でできる。エア放題だって、空気飛ばしてくんの。ねえ。ほら、かわいい、ほいや。む？ほい。エア、これ空気なんや。うわーおー。なんやそれ。消えたね。え、消えた。うわ、ちょっと待って。え、こいつ強っ、うざっ。ねえ。強くてうざいな、意外と。で、硬いな、意外と。まだ耐えるの。まだ耐えるの、お前。あ、壊れた。さあ、あの豆だけ。逃げんのか、お前は。よーし。
経験値は少ねえな、あいつら。ヒットポイント高え、経験値は少ねえで。ちょっと、有害ですね、あいつは。害悪認定、害悪認定。こいつ、有料認定。はい。では、ここもこういうのが、うわ、ちょっとこれ、スーパービリビリ電撃丸やん、ここ。待って、超むずいやん。じゃあ、さっきのね、やつで、お前慣れたでしょっていう、オーラ出してきてる、このゲーム。お前もうこのヘモグロビンじゃなくて、ね、リフトロビン慣れたでしょっていう。うん。そういう空気出すのやめてほしいな、俺。慣れてねえから、俺。よし。お金よこせってやつ。で、今度は左に参りまーす。これちょっとだけ上行くか。いやー、もうこの精密操作を要求してくるでないでべー、ないでべーってなんだよ。よし。で、止まりたいときね、簡単な止まり方はね、マリオかルイージがジャンプすることなんですよね。ほんと。これいけるかな？いけるビビビン。ね、斜めに、上行こうじゃ。あ、ジャンプできないなり！ジャンプできないなり、頭スレスレだビン！待ってくれだビン。よし。アイテムいただきましょう。これ下行きましょう。下行けよ。下行ってくんない。なんで？で、止まって。おい。で、下にまた行って止めた。あー、ぶんねー。違う、なんか変なボタン押しちゃった、今。クッパパートじゃない、クッパパート見なくていい、クッパパート見なくていい。で、右に行って、止めて、下に行って、止めて、よっしゃ、ゴールだー。ここ上なんかあるだろ、多分。ない？大丈夫っすか？ゴールだ、ビビビビーンやったな、これで。いやー、しんどかった。あそこ置いてた、ちょっと待って、あそこ置いてたら、なんかすげえめんどくさいことなれへん。入られへんってパターンじゃない？大丈夫これ。ねえ。あ、入れてよかった。ショートカットも見事開通でございます。なにこれ？ 100 コイン。いや、マジ広いな、ここ。敵倒そう。えい。お！みんな見て。ポロリしたわ、豆。今敵倒してる。頑張って倒してんだけど。ちょ、マジ増えんな。久々に戦闘見ようぜ、これ。おぉ。やべ、覚えてねえ。うわぁ、乗りに行ける。AB 同乗し。よし。4体出てくるのマジでなしなんだけど、ほんと。敵が多いとしんどい。ルイジの連打ちょっとミスっちゃったよ、これ。まあ大丈夫。ちょっとミスった程度じゃ。よれい！くそ、後ろ2体まだ残ってんな。うるし。来い。こいつの攻撃がね、厄介なんだよね、ほんと。上に攻撃、上毒ガス攻撃とか。おぉ。マリオ、ルイジよう、避けたぜ、俺。で、もう一回ファイヤー行きましょう。このガス状の敵はね、やっぱね、ガスだけあって炎に弱いんですよ。さっきもね、実は地味にクリティカル出てたの見ると思うんですけど、クリティカルヒットするのでね、ファイヤーで焼き払うのがおすすめです。どうぞ、はい。あ、また豆出た。結構ね、豆出ますね、この戦闘で。経験値高っ。ルイジマリオ超えちゃったよ。まあいいけどさ、超えても。はい。ルイジ最強。やっぱみんなね、ルイジのことをもっと愛してあげてくれ。ひげあげよう。ドン。はい、151。ポケモンの数かよ、お前。おい、マサラタウン行こうぜ、ほんと。マリオも上がったーい。敵、大丈夫かこれ。ちょ、マジで、マリオたちどんどん強くなっていくぞ、お前らのその能力じゃ。パワー上げましょう。サンアップ。211。たっけー。たっけー、もう、おかしいでしょ、能力の上がり方、ほんと、マリオ。おっと、ルイジ来れる、ここ。あー、落ちちゃったよ。はい、で、アイテムゲット、ミラクルナッツ。ワンナップキノコデラックス。ね。なんか装備が欲しいんだけどな、俺的には。よいしょ、あー、ルイジが落ちてった。
これが、わ、敵が。よし。ミラクルキノコ。これ上飛べるやつかな、これ。飛んでけーってやって、あーね、それでアイテム取れるよな、ルッキーズ、スターキャンディー。もういらねえよ、キャンディーも。めっちゃ持ってんぞ。出たー、目の前で待ってた。おい、クルッティー、助けてー。もうダメだ。また細胞食べんのか、お前。今度、絶対あれやで。あの、ヒップドロップやで、ドッスン。うわ、まずすぎる。ドスコーイ。やっぱそうやって道作っていくんか、お前は。上参りまーす。やばいな、あとコロコロやで。ねえ、もう少しだったのにまた逃げられてしまったわ。ダクサ、一つ一つ確実にクッパの情報を取り込んでる。次こそは追い詰めましょう。チッピー、お前何しとんねん。ルイジどうした？えふん、うふん。どうしたんだよ。いや、ネッチごめん、行こうよってことか。オッケーオッケー。はい、これ入るのかな、中。ドーン。これなんだろう、ここ。これ開ける意味あんの？いや、開ける意味あんの、これ。ないでしょ。いや、わからん、今の。なんで開けたんやろ。ねえ、また長いな、ここ。どうしよう。よいしょ。敵無視するか。上行きたい、あそこ。はいはい。来た！いいね、今の。ごつごつソックス。ごつごつ系ね。よいしょ。これはウルトラキノコかけるに、ウルキーでウルキー。ウルナ、ウルナオッケー、ウルナオッケー。よし。え、これ、絶対ちょっと待って、もうゴールだわ、ここ。もうおそらく。いや、おそらく多分。よし。じゃ、セーブ、セーブない。これ多分ね、最後のね、中間ポイントでショートカット開通だよね。だよね。OK。じゃあ、セーブして今日はここまでにしましょうか。かなりね、進むことができました。ダークスターがクッパになりつつあるんですけど、まあ、マリオたちも着実に強くなり成長してますので、ね、引き続き頑張っていきましょうね。では、また次の動画も見てください。おつぽよです。じゃの。